アイテム番号 SCP-386JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル SCP-386JP 個体は中型の標準規格である水槽一つにつき4個体を収容した状態で、提供医アイテム保管用個室内に安置、飼育してください。水槽内の環境は、収容開始以前の生育場所の水質データを参考に維持されます。SCP-386JP の繁殖補助は4組のみに対して行い、生み出された卵塊に対して葉種の保存に最適と思われる遺伝的差異を有する個体20体を選出し、残りの卵は破棄してください。SCP-386JP 個体の具体的な飼育方法については、専門の収容担当者へと問い合わせてください。説明、SCP-386JP はベニザケに極めて近い外観を有した魚類です。ベニザケと異なる点として、淡水性である点、ウェーベル式管に類似する器官を有する点等が指摘されており、実際の生態としては小イカに近いのではないかと推測されています。また、発見の経緯と、死の証言から、SCP-386JP はおよそ300年以上、地点、死は単に、島、と呼称、において生息し続けていたと見られており、現在は SCP-386JP 生育沼の環境再現に成功しています。SCP-386JP は表皮部分が絹繊維と同一の成分によって構成されており、また、個体ごとに異なる対照的模様と鮮やかな色彩を有します。これらの繊維は一般的に錦織と認識される工芸品であるかのように自然的に織られた状態で形成されますが、本来、種として有しておらず、生育環境中にも存在しないこれらの成分をどのようにして自身の構成要素としているかは不明です。死の証言と、それに基づいた資料調査によると、SCP-386JP はかつて、その希少性と芸術性によって非アイヌ民族の、当時主要であった日本民族、によって乱獲され、その比較が錦として売買されていたと見られています。そのため、以後 SCP-386JP は、死の先祖によって、地点へと秘匿され、死の一族の手によって管理され続けていたと思われます。SCP-386JP は繁殖を高頻度で行うにもかかわらず、財団によって長らく存在が捕捉されなかった事実については、死の一族によって個体数が厳重に管理されていた上に、情報や物流においても完全に隔絶された地域で生活と飼育を行っていたことが主な要因と結論付けられています。現在、財団は、死の知見をもとに作成した飼育スケジュールによって、SCP-386JP に対して確保、収容以上に保護を重視した方針を策定しています。付記。死の一族についての調査報告。死の用いるアイヌ方言より、元来はサル地方のヒシュムクル部族であったと思われる。信頼しうる資料が甚だ少なく、死による交渉のみが詳細な記録であり、この交渉記録を裏付ける新たな物的証拠の捜索を要する。しかしながら、死によって、一族が、地点へ移り住む以前に居住していたと証言された、編集済み、には、交渉と同規模の村落の痕跡が発見されており、この事実から、交渉の記録には一定の信憑性が存ずるとみる。村落には5つの一族が居住していたとみられ、死の一族はその中では指導的立場にあった集団であったと思われる。SCP-386JP は、編集済み、においては通常の動植物以上に神格化された重要な生物であり、当時はおよそ1400尾もの群れが河川及び湖沼に生息していたものの、1662年に松前藩によって発見された、松前藩側の記録と、死の交渉を照合するに、松前藩は SCP-386JP を交易品とすることを申し出たものの、一族にとって祭祀目的以外の SCP-386JP の漁獲は宗教的なタブーであるとして拒否。当時、シュムクルとメナッシュクルの抗争を仲裁し、
サル地方のアイヌに対しては神話的な立場を取っていた松前藩はそれ以上強硬な態度にも出られず交易を断念。しかし1669年に起こった釈社員の乱においてアイヌ民族の連合軍が敗北し、松前藩がアイヌ民族を服従させるに至ると、松前藩あるいは民間の商人に雇用されたアイヌ民族の手による SCP-386JP の乱獲が開始され、3年の間に SCP-386JP はおよそ70尾にまで個体数を減少させた。一族の交渉神話においては、SCP-386JP は限られた神の食料であり、人が神の食料の世話をするという形で行われる神秘的なつながりである。故に、SCP-386JP の絶滅を回避するべく、死の一族のみが、残ったすべての SCP-386JP を捕獲して、地点へと移住し、厳重な飼育と管理を開始したと思われる。村落のその後の顛末は不明であるが、村落の痕跡より、埋葬された形跡のない人骨が7体発見され、人為的に破壊されたと見られる弓矢、両具も同地層に埋没していた。死の一族はその後、財団によって SCP-386JP が発見されるまで、地点のみで居住していたものの、死の症状にも見られるように、近親交配による遺伝子的な脆弱性を抱えるに至り、死は一族の最後の一人であると思われる。また、文化的にも完全な隔絶社会であったため、教育面、文化面、技術面においても1600年代後半のアイヌ民族の生活様式を維持していたと思われ、そのため、死は猿方言に類似した独自のアイヌ語以外の言語を使用できなかった。死へのインタビュー記録。対象、死、インタビュアー、石藤博士、不機。会話はすべてアイヌ語で行われ、本記録はそれを標準語訳したものである。しかしながら、死の言語には独自の語彙も見られるため、その点はローマ字表記によって統一するものとする。また、死の先天的な奇形により発音そのものが困難な状況も多く見られ、聞き取りの間違いによる誤訳の可能性に対処すべく、データベースへの音声ファイルの保存も優先的に行われ、容量軽減のための削除措置の免除が決定されている。&LT、記録開始、石藤博士。はじめまして、私は石藤です。よろしくお願いします。し、はじめまして、私は、です。石藤博士、早速始めますが、あなたが積民家の神、SCP-386JP のこと、と呼ぶ鮭ですが、あなたはどうしてあれを守っていたのですか？し、私の父母から、そう伝えられたからです。私たちの先祖が、ずっとあれを守るのだと聞かされていました。石藤博士、なぜですか？し、もともとは、吹きの下の人へと命の神から特別に使わされた鮭の神で、人々を守る神々へと捧げられるものでした。しかし、吹きの下の人がどこかへ去ってしまうとき、その世話と祭祀を私の先祖に託したのです。それから、私の一族はずっとあれを守ってきました。石藤博士、和人のことについては、どう伝わっていますか？し、周りの村は和人たちと取引をしていましたが、私たちの村は和人を避けました。積民家の神を守るためです。しかし、当時はまだ積民家の神は数が多くて、生息域が広かったですし、周りの村にも積民家の神を知る人はいたので、やがて見つかってしまいました。和人たちはそれをよこせと言いましたが、その時は追い返すことができたそうです。私の父母は、和人たちのことについてはほとんど何も言っていませんでしたが、交渉では、和人たちから積民家の神を守るために私たちがいるのだと言っていました。石藤博士、乱獲がいつから始まったのかは、伝わっていますか？し、いいえ、いつから始まったのかは、わかりません。マサキ藩の人や、周りの村の人が、積民家の神を次々に取り始めたことは聞いています。なので私たちは、吹きの下の人との約束のために、積民家の神と共に、地点のこと、へと移り住み、積民家の神はそこの沼に移されました。石藤博士、和人から積民家の神を守るために、
あなたたちはそこで300年以上も一族だけで生活していたのですよね。し、はい、石塔博士。なのになぜ、私たちが来た時、私たちを妨害することなく、こうして協力までしてくれているのでしょう。し、28秒沈黙。石塔博士、さん、痛むのですか。石塔博士が、待機していた、死専属医療スタッフに合図を出すが、死によって静止される。石塔博士、さん、死、私たちでは、もう守れません。あなたたちに会ってから、私は驚いてばかりです。世の中は、私たちの時代からすっかり変わったのだと思いました。私はもう、最後の一人です。もう、できないのです。私の人生は、石塔博士、大丈夫ですか？三、今日はここまでにしましょうか？し、いいえ、どうか最後まで聞いてください。私たちがこれまで、和人からも、さらには仲間たちからも見つからずにいたのは何かテレケウがあるのだと、私も、私の先祖たちも考えてきました。それなら、私があなたたちに見つかったことにもテレケウがあるのだと思います。石塔博士、テレケウ、し、7秒沈黙。あなたたちが、選ばれたということです。次に去るのは私たちで、次に託されるのがあなたたちということです。石塔博士、何らかの意思が関わっていたということですか？し、私は、そう思っています。死はうつむき、かすかに震え始める。声量が如実に落ち、発音も不明瞭となったため、以降の記録には聞き取りミスによる誤訳が存在する可能性あり、し、私たちが、ずっと守ってきました。約束のために、すべてをおぬら、おすら、捨てる、ずっと守ってきました。朝夜が来ても、私たちはずっと守ってきました。そして今、私たちは持ち泉なのです。死がすすり泣き始める。石から博士の再度の合図によって改めて専属医療スタッフが入室する。死。だから、せめて、お願いします。必ず、守り切ってください。記録終了。終了報告書。川が錦織でできているだけの鮭に対して、これほどまでの執着と迷信の歴史があるのは驚嘆の一語に尽きるが、死の言及していた SCP-386-JP が発見されなかった理由と SCP-386-JP が発見された理由について詳細な調査が必要であるのは確かである。死が本インタビュー終了より5時間後に死亡したのが残念でならない。SCP-386-JP の飼育と生態についての尋問を優先させて正解であった。SCP-386-JP は調査の結果、危害的な性質は一切持たず、その生態についても研究の進行は不要であるとしてアノーマラスアイテム認定の議論がされました。しかしながら、SCP-386-JP そのものの研究ではない。関連した情報についての調査は明確な結果を導き出していない点。死の証言の成否が未確定であり、オブジェクトの背後関係について確証がないままである点が問題視され、議論は一時的に凍結とされました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。